こんにちは、ブルーホースです。ということでね、続きやっていきましょうか。時の神殿、早速、ワーク。何が出るかな、何が起こるかな、ドゥ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 。なぜか、で、ね、歩いて入ってくるってね。待っていたよ、ブルーホース。癒しの音楽。時の勇者ブルーホース。君は数々の苦難を乗り越え、ロッキンジャーを目覚めさせてくれた。そして今また魔王ガノンドロフとの対決の時を迎えようとしている。その前に君だけに話しておきたいことがある。聞いてほしい。闇の民シーカー族に伝わるトライフォースの知られざるもう一つの伝説を。もめパッチもめパッチパパ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 パ。聖なる三角を求めるならば心して聞け。聖なる三角のあるところ、聖地は己の心を映す鏡だ。そこに足踏み入れし者の心、邪悪なれば魔界と化し、清らかなれば楽園となる。トライフォース、聖なる三角、それは力、知恵、そして勇気、三つの心を測る天秤なり。正三角に触れし者、三つの力を合わせ持つならば、万別を滑る真の力を得ん。しかしその力なき者ならば、正三角は力、知恵、勇気の三つに砕け散るであろう。後に残りし者は三つのうちの一つのみ、それがその者の信ずる心だ。もし真の力を欲するならば、失った二つの力を取り戻すべし。その二つの力、神により新たに選ばれし者、手の甲に宿る者だ。ちゅうことでございます。皆さんお分かり？ガノンドロフ、奴は7年前、君が開いた時の神殿の扉をくぐり、聖地へ到達した。しかし、奴がトライフォースを手にしたとき、伝説は現実となった。トライフォースは三つに砕き、ガノンドロフの手に残った力のトライフォースのみだった。奴はトライフォースの力によって魔王となった。その野望は果てることはなかった。完全な支配のため、ガノンドロフは残る二つのトライフォースを持つ神に選ばれし者を探し始めた。その一人は勇者のトライフォース宿りし者、時の勇者ブルーホース。そしてもう一人、知恵のトライフォース宿りし者、賢者の長となる7人目の賢者。私です。私なのよ、私。雰囲気台無し。ねえ、よかったね。髪の毛めっちゃ生えたよね。この私、ペイラル王女、ゼルダです。魔王の追求を逃れるためとはいえ、シーカー族と偽り、接してきたこと、どうか許してください。7年前のあの日、ペイラル城はガノンドロフの襲撃を受けました。私は乳母のインパと共に城から脱出する途中、見たのです、あなたの姿を。確かに縦でかかったよね、俺ね。うん。で、推定150メートルの強肩で。私は思いました。あなたにオカリナを託そうと。そのチャンスは今だ。まあ、しかないよね。厳しい現実だよね。オカリナがあなたの手にある限り、ガノンドロフは聖地へは入らないと思ったのですが、私の予期せぬ事態が起きたのです。時の扉を開いたあなたの魂をマスターソードが聖地に封印してしまうなんて。あなたの魂は聖地に封印され、トライフォースはまんまとガノンドロフの手に。ガノンドロフは魔王となり、聖地は魔界と化した。それらはすべて不幸な偶然。私はシーカー族になりすますし、あなたが戻ってくることを信じ7年待ちました。そしてあなたが帰ってきた今、魔王ガノンドルフの支配する暗黒の時代は終わるのです。六賢者たちが開いた封印にガノンドルフを引き込み、私がこちらの世界から閉じる。それで魔王ガノンドルフはこの世から消えるでしょう。ブルーホース、それにはあなたの勇気が必要です。もう一度力を貸してください。魔王の守りを破る者、選ばれし者に神が与えた魔王力、聖なる光の矢を。ファ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 まさかのマスターソードではなくてですね、矢に光が宿るというね。ウィーン。
ぐるる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 コーヒー飲もう。槍の矢を手に入れた。シーにセットで弓矢が変化。聖なる矢が光を射る。ん？ごめん、ちょっと言葉忘れちゃってた。この時にあれだよね、よく崩さずにこいつだけ連れ去ることができたよね。イノジナリ、まさか。あ、私50ルピーになっちゃった。愚かなる暗躍者ゼルダ姫、7年もの長き年月、よくぞ俺から逃げようさ。だが油断したな。この小僧を泳がしておけば必ず現れると思うておった。来ちゃった。唯一俺の子さんはその小僧の力を少々甘く見ていたことだ。さあ、アンチラを拝むのなら、いや、小僧の力ではない。勇者のトライフォースの力だ。そしてゼルダの持つ知恵のトライフォース。この二つを得たその時こそ、俺はこの世界の真の支配者となるのだ。髪の毛が透けて見えてんな、ゼルダを助かる。だが、我が城まで来い。はい、こうと。ふはふへほへ。もう今から別に手に入れるものもないよね。まあ、本来あと16個のハートのかけらを手に入れるべきなんですけど、もうめんどくさいからいいかなと思って。あれ、彼女でもハートのかけらってあったっけ？ゼルダ城が、はあ、なんてセンスのないお城。ガノンジュ。ということでさあ、早速やっていきましょうか。骨になってるね。あれ誰の骨なんだろう。骨骨パニック骨ピッピー。いけないよ。勇者ブルーホース聞こえるか。賢者ラウラじゃ。ラウラじゃね。ラウラはあれだよ、あのサイコブレイクに出てくる怖い女の子だよ。我ら6人の力を結集し、ガノンドロフの像を城へ城をかける。この中心ガノンの塔は邪悪な6つの結界によって守られている。3つの結界を全て解除し、ゼルダ姫を救うのじゃ。あー、虹色、虹色キッズがいっぱい降ってきている。はあ、ちなみにこの橋、あの飛び降りようと思ったら飛び降りれるから気をつけてみるんでね。え、大丈夫？これ踏んでもいい？ってなってるけど、あの完全に今あの左足めり込んでたけどな。まあ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 、そういうね、細かいところ突っ込み始めたらあのもうキリがないからね、早速入っていきましょう。ガノンジュナイチュン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 。いやー、まあ派手なお出迎えでございますね。ありがとう。ちなみに触れたら食らうのかな。食って食らうと思ったけど食らってない。じゃあ早速なんですが、緑からいきましょう。これ順番でいいのかな、ちょっとよく分かってないんだよね。ドゥン。え、ちょっとね、もうおめえはいい。ほい、ほい、ほい、むなしい。パラパラパペン。だ、宝箱出てきてる、これ。あ、出てきてる。あそこを燃やすと、ペペペペペペペン。ってことで、チャップチーン。ペペペ。やっぱりラスボスだな、せこいな。せっこいで、ほんま。よし、ペペペペン。まあ、そう、やすやすと倒させてくれないもんね。ちょっと待ってね。ここにあれかな、出せるんだっけ。で、ちょっと待って。ホバービーツ入って、ちょ。で、こっち。ちょ。間違えたボタン。あれ、ごめん。あの、もしかしたら、ちょっと音声の入力の仕方を、ちょっとね、変えたので、
だいぶその実際の画面と喋ってる音声があの狂ってるかもしれないけど、そこは許してけろ。あいつは届くのかな。待ってね。届くならもうしばいてるんですね。で、こいつは上させたりしない？無理だね。どうしたらいいんだろう。とりあえずこっち。で。さあ、いきなり難易度高いよね。まあまあ、あのあれだよね。ゲルドの修練場を経験してるからまだあれなんだろうけど。これもしかしてやり直し？ほぼやり直し！そう。めっちゃ気をつけないかんわ。気をつけて。気をつけて。いかんけん。こっち、くるっと回ってシュッシュッシュの。てるペルペペン。あ、オッケー。もう一瞬ダメなのかと思って諦めちゃった。ありがてー。ありがてー。たくそー。オッケー。で、ちって、オッケー。で、待ってね、もう一回行くでしょ。もう一回行って回って、思考しといて、ちょっと滑って落ちないように、これだけしといて、行って、くるくる回って、オッケー、4。これ今、マジで、ちょっと何が起こった今。あ、普通にあれか、まだ風が残ってたってことか。うわ、つれえな。スイッチを押したってなってるっていうのだけが、まあ、唯一の救いなのかもしれないけど、うわ、つら。あ、よかった。よいしょ。ほい。そっか、じゃああれだ、飛んだ瞬間に、あれだよね、初年だけど、ヘビーブーツを履かなくてな。よし。ゲイと、あれ、そんなめんどくさいことしたくないしなっていうような。あ、まだちょっとブレてたな、普通にな。あぶね。オッケーと。フレンパート。オッケー。で、こいつだね。ウィーキュー。差し差しします。あなたの幕を破ったのは私です。サリアちゃん、ありがとう。7、幕道が結構えぐいな。森の結界解除されてます。急いでルーハウス。さあ、これどこまでいけるかな。意外と次の炎がね、結構ね、難易度高いんですよ。炎はあっちかな。普通に、あ、じゃあ魂なんだ。あれ、炎は、炎、燃えている、炎、これ闇、炎結構遠かった。よし、だだ言うてる。1、2、3、だー、よいしょ。でこれ確かあれだよね、燃えないようにいかなきゃいけないんだよね。作って、あ、ちょ、危ない。2分か。でもこれあれなんだよね、落ちたらアウトなんだよね。結構厳しいよね。ほい。ちゅ。おめえも沈むんかい。ちょ、待って。めんどくせえことになった。ちゅ。上がって。急いで。燃えてる。わかる？おめえも沈むんだね。あれ？違うな。あれ？おめえ無理だろ。つかめない。あれ？そうじゃないのか。あれ、どっから行ったらいいのか。じゃあ、これ。
あ、じゃあ闇なのかな、次行くのは。魂だっけ、ちょっと待って、わかんなくなっちゃった、わかんなくなっちゃった。とりあえずお前はそうそうそう、よこせ。ちょっと、ごめん、来る場所が間違った。あ、闇か。めんどくせえや。ハートは腐るほどある。腐るほどはないんだけど。よし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 。闇だっけ。あーちょっと覚えてないな。ここで金のグローブを手に入れなきゃいけないんだっけ。ほい、刺してオープンスタサミー。全然期待したあれじゃなかったな。違うのか。ちょ待ってね、前回の神殿系までがすごいサックサックで言ってたのに、全然あれだね。ぐだっけはないけど、なんかちょっとあれだね、テンポがよろしくないね。むずい。もうこの微調整がむずい。あ、しょっけい。てれてん。もうしかもあれかよ。ほい。くい。まさかの時間制限だったと。ああ、もうチュッチュしないで、チュッチュ。ほら、ハートよこせ。お前がルフィしかよこさないことは俺は知ってるんだ。よいしょ。ですよね。あ、落ちてくんかい。なんてシビアな。で、これは？あ、ちょ、もう一回か。あ、一気に行かなきゃいけなかったのか。オッケー。で、そういうことだね。ちょ。なんという奇跡。あー、ちょっと待って、消えた。あー、よかった。あ、ちょ、オッケー。逆かよ。不親切な設計だな、おい。ちゃほら、時々なんか滑るんですってあったりするじゃないですか。ハンマー、オッケー。お前らやっていいやつなめんなっていい。あっち行って、これをあれか燃やすでも、これいけない？あ、いけた。こいつを燃やすでもよかったのかな？オッケー、よし。オッケー。チルチチャン、チルチチャン。ジュオン。で、はい、結論、あなたの幕も私が破ります。チャーン。ピン。抜き解放された。テルト様を頼む。随分のぶとい声ですけどね。おっさんみたいな感じだけど、そこは許してケロッチ。シュン。オッケーで、改めてリベンジ炎と行きたいところだけど、その前にこいつをぶち立てて、でーい、権利どうなってんだろうな。いやー、自爆する。なんなら自分にちょっと当たってる。ということで、行きたいところなんですけれども、一旦戻りまーす。いいのかな、まあ、いいか。次、炎かな。そうね、戻って何したいのっていうところなんですけど、じゃあ燃えピピピ燃えピピピ燃えピピピ
よし、危ない危ない危ない。そう、戻ってやらなきゃいけないことがあるんですよ。まあ、しまったな、今更だけど、もうここまで来ちゃったけどさ、大五郎党やればよかったかな。まあ、いっか、もう。ね。よいしょ。だ今更大五郎党を手に入れずともね、まあ、ぶち殺せるからさ、こいつさえあれば。ということで、ブリヤなんはてなはてなはてな。これでもさ、もともとさ、あいつが言ったところにあの、ディンの炎をくれたやつじゃないの。せやーで、ディンの炎をくれて、7年の時を経て、さらにこう、もう一個、じゃあ、まあ7年ぶりに来てくれたし、特別サービスでもう一個あげちゃうわっつって、そういう優しい仕様なのかな。勝手に思ってるけど、違ったらすまん。すまんな、今回の嫁候補はもう決まってるから、なんだっけ、あれのあれってなんだ、あれって忘れた。さあ、サムネイルの嫁候補もすでにもう決定してしまっているので、残念ながら君は今回は嫁候補にはなれませんと。ようこそブルーフォース、私は勇気の大構成構成、あなたの防御力を強化してあげるわ。さあ、受け取って。ふわ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 。これがないとね、ガノンドロフの攻撃は意外とね、3食らわせるというね、最強だからね。ありがとう、魔法力は回復してくれない。中途半端だな。ドゥルルルー、防御力が強化された。あなたの防御力が強化されたわ。敵から受けるダメージが今までの半分になるわよ。戦いに疲れた時はいつでもいらっしゃい。めっちゃなんかあの向かっていきそうな感じになってた。ということで、さあ戻りましょうか。どうしようかな、どれくらいやったらいいのかな。めっちゃ刺さってるわ。ああいた。ああこれ行ったらあれだな、落とされるかも。なかなるほど、勢い余ってて、やーって言ったら落とされるっていうね。ちなみにこれあといくつ溜まったんだ。50個溜まってるじゃん。ハートの鍵のもらえないじゃん。もういいけど、別に完全制覇を目指したやつじゃなくて、皆さんと共にストーリーを楽しむチャーメン。楽しんでる皆さんね。えもう間もなく32歳を迎える私に幸あれ。急に何で来るで、卵ライス、オムライス、逃げてのフックのおちちということで、確か水がクソめんどくさかったんじゃなかったっけかな。まあ、なんかそんな記憶がなきにしもあらずだけど、まあ、とりあえずじゃあ、炎行って、まあ、ここから順番通りに行こうか。光の神殿をラストかな。じゃあ光、まあやっぱでもなんだかんだ魂をラストにしたいところだね。ちなみにホバーブーツを履いてたら、あれなのかな、燃えずに済むとかなのかな。どこ、あったあったあった、常に燃えております。熱く燃えるやベイビー。ちなみにあれどこ、どう行ったらいいんだ。熱く燃えないよベイビー。つつきつきつきつつつきつきつき。これはやっぱりあれ、ホバビーツ。無理じゃね。浮いてたらあれなんだ、おめえは関係ねえのか。オッケーオッケー。あでもこれは楽だな。え、ちょっと待って、なんかないのかな。え、ちょっと待って、あ、わかったわかった、思い出した、超思い出したわ今。よいしょ。ほい、このいちいちドキドキするな。
こうだこうだ思い出した。力を込めて後ろ宙返り三立倒転。意味が分かんない。三立倒転なんだ。三点倒立なら分かるけど。オッケー。そうだそうだ思い出したわ。よいしょ。着地。着地。とりあえず登って燃えるよ燃やされるよ逃げてよ危ないよギリセーフチュルチュ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 ルチュチュチュ燃えてるでででで無理だ危ねえなよしさあラスト行こうか。これ多分普通のジャンプじゃいけない距離だよねこれね。沈む沈む沈む。ああよかった取ってることになってる。優しい。優しいのシッシーのシッシッシーと。この微調整かもこの微調整かも OK よっしゃー3つ目まだいけるなちょっとねこいつを抜いてこいつも抜いてでいっ魔法はいらないなんか欲しいあーハートもいいねハートキャッチプリキュアほいよし OK 3つ目だねシャン報道の結果が開示された急げ兄弟久々に見たなダルニア王国の秘密ちょっと待ってなんか落ちてたぞ今魔法の瓶がジュオン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 じゃあ水行きましょうこれどっかなんかどっか入れるとかあったよね忘れちゃったけどさまあまあ まこちゃんあの愛とまことちゃんで見ればすぐに入れるんだけどさということで3つ目はなぜか水じゃなくて氷の世界やべ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 めっちゃめっちゃ食らうわピッ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 ピで、一個これ使わなきゃいけないのか。オッケー。くる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 。こういう時に、やっぱなんかあの、三つあるとすごい、いや三つじゃねえや。あの、六つまでさ、空き瓶を手に入れられる、あの、ムジラの伝説もすごい、ムジラの伝説じゃねえや。まあ、ある意味、ムジラの伝説だけどさ、次回作とか、うん。あの、ムジラの仮面は、親切設計だよな。まあ、その代わり、その神殿の数が少ないから、神殿とか、そのボス戦みたいなやつあれが少ないから、ね。おぉ、こんななんか難かったっけ今、ちょっと待って。なんだ、これはどうしたらいいんだよいしょ。あれ行き過ぎた。あ、これ無理だ。これ一回落として生えてきた。あ、そういうことかそういうことか。こっちかまず。そしてこっち。これ2分という時間が焦らせてくるよね。でん。あれ？違う。めっちゃ声高かったけど。あれ？違うな。そう。俺、そもそも落としたやつ間違えたか、これ。あ、ない。いやな、ハートキャッチプリが出てきただけだな。ちょっと待って。あっち行かしてもダメ、こっち。どんどんどん。初手ミスったな、これな。これやり直せる。
ちょっと待ってね。いや、んなことはねえな。なるほど、こうか。こうやってこうして、で、落としておいて、で、こっちからだ。あ、やっぱ初手見せてたね。一発でさ、なんかいけそうなさ、なんかそういう親切設計かなと思ったけど、そうはいかんじやって、生ぬるかったね、やっぱ考えがね。頭お花畑ちゃんと。みなさい、ごめんなさい。まあ、これ2つで終わりだよね、普通はね。よいしょ。これミスると終わりと。しかもあれだよ、向こう側に錆びついたハンマーが。シューンからの、ちょっとね。よいしょ。OK。あれや、目覚め上がりー。あ、ちょ、あ、あ、ちょ、どこ向いてんの、どこ向いてんの。やばい、あと1分ちょっと。おお、危ねえ。あれ落ちたらもう終わって。ジェーン、ジェイ、ルピー、初じゃねえ。ゲミア、何、なんか魔法力回復するやつ。刺さってんのよね、刺さってんのよね、思いっきりね。ちょん、ちゃんとおっぱい見せなさいよ。ミスの結果解除された。速度じゃ。もうあのね、何回とかやってないと、もう誰がどんな声で喋ってたかっていうのか分かんなくなるんで、そして刺さったまま、お姫様にのおっぱいに刺さってるよね。オッケー、三つ目。さて、じゃあ光いきますか。どこだったかな、魂の下とかだっけ、なんかこの辺とかにさ、あー、あった、普通に。よいしょ。遅延物資。あー、思い出した。これ強すぎてダメなんだ。あー、いらない。参ったピー、赤い薬いらないピー、帰れピー。よいしょ、ほい、オッケー。なに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 、参ったピー、弱火、いやー、30本いらないピー、今いっぱいあるピー。違う違う、なんと贅沢な。で何ね、爆弾ここいらないピー。ほい、あれ、ちょ発射して準備オーライ。で、ちょっと待ってね、こいつがいると。で、何くれの君は。チェック、まいっぴー、弱火で緑の薬はいらないピー、別にいいピー、帰れピー。ドゥルルルー。まあ、ここまで見らないかもしれないけどね。何回死ぬんだよ、あなたっていう話だからね。ドゥー。ということで、こいつはいらないから、誠のメガネいるのかな、次のところ。ちょっと覚えてないんだよね。チュウォーン、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 チュウォーン。おう。いるね。待って。どっかいるな、どっかいるな、いる。オッケー、まだいる。いた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 、危ない危ない。オッケー、チェルチェルチェル、レペティーン。ちょちょちょ、もう無理無理。こいつを開けて、チェルチェルパルパティーン。オッケー。そう、で、これなんか適当に開けてったら、なんか固まらされたり、なんか上から変なやつが降ってきたり。すげえ警戒するんだけど、これなんか怖くない？こんなさ、え？何が起こる？いやちょっと待って、もう警戒レベルマックスなんだけど、一体なんか上から降ってくるやん。これで本当に終わるか？何もないんかい。おお、マジか。え、あー、ちょっと待って、ちょっと待って、急にシビア、急にシビア。1分って、よし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 、入る。逆回り、両方とも逆回り。チャラチャラチャー、チャラチャラチャー、
もう一個この内側、この内側。プラベルベチチリー。大体端っこいてもダメですか。ゲー入ってない、なぜだと思うじゃん。あ、あそこフォールマスター出てくるんだ。それは知らなかった。それは初ですね。よし、じゃあ行きましょう。ブチュッペリピン。パルパティーン皇帝が出てくる。ハゲチャビン部長。光の結界は解除された、急ぐのじゃ。シャン。これさ、各結界とさ、賢者とさ、ガロンドルフたちの、あ、ガロンドルフたちじゃない、ガロンドルフ増えちゃう。ガロンド、賢者たちとガロンドルフとこの結界のさ、関係性は何なんだろうね。ああ、すげえ気になる。まあいいや、とりあえず、魂を終わらせてしまいましょう。魂を終わらせて、このパートクリアし、じゃあ終わりにしようか。わーい、いらっしゃるー。ちょっと待ってねー。確か多分あいつは2回やらなきゃいけないんで。で、掴んで、じわじわと、あれこれダメ？これダメだな。ゆっくり引っ張らなきゃいけなかったか。しまった。よいしょ。余裕を持たせて。母ちゃん意味ねー、意味ねー。初めからでよかったべ。でこれはあの上行ってピョン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 吉ピョン吉ピョン吉レイ吉レイピョンレイピョン。以上。でよいしょ。でいい。もうスーパーウルトラ雑雑よ。ワンツースルーでやつが来る。超刻まれてる。痛い。イエーイ。ちょろボム宙が役に立つ瞬間なんじゃないか。もうちょっとこうしといて、ふいピーペペ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 。なんだ、あの当たったら爆発してくれるのかと思ったらそうじゃなかったのね。うわぁ、ちょっと待ってね。あ、まずあれか。まずは矢でぶち抜いて、どれなんだろうな。なんかあのまこっちゃんで照らしたらじゃねえ、あの覗いたらあの偽物がわかるとかそういう。あ、違うね。さあ違う。さあ来い、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 ルピーだけはいっぱいよこせ。こっちだったっけ。ああ、よかったよし、行こう。呪音。なんか今自分でやっておきながらカヤコの顔を思い出してすげえビビってるんだけど。オッケー。さあラスト来たねー。シャン。オフィスが綺麗なお姉様。魂の結界解除されてよ、急ぎな坊や。7年後だとこいつは一体いくつになってんだろうね。シュオン。ウォ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 
い、ということでね、無事魂の結界も破ることができまして、ガノン城のですね、最深部へと向かっていく準備が整ったところで、いい時間になったというか、めちゃくちゃ時間が経っておりますんで、一旦ですね、この辺りで終了させていただいて、次回おそらく、何の苦労もなく向かっていくことができればラストパートになるかと思います。ということでね、今回も最後までご視聴いただきましてどうもありがとうございました。時のオカリナ、ラストが見えてまいりましたが、最後までぜひお付き合いください。そのためにですね、チャンネル登録ボタン、グッドボタンを押して、土終わらせずれなく。ではまたお会いしましょう。さよなら、バイバイ。